今回は Mac に AirPlay する方法についてご紹介します。2021年10月にリリースされた MacOS12 Monterey より新しく Mac に AirPlay の機能に対応しました。これまでも Apple TV や AirPlay 対応のスマートテレビに AirPlay をすることができましたが、今回初めて Mac のディスプレイに AirPlay 出力ができるようになりました。そんな中、どうやって Mac に AirPlay するの Mac に AirPlay の対応機種はどれと気になるところだと思います。そんなわけで今回は Mac に AirPlay する方法について見ていきましょう。<music> まずは Mac に AirPlay の対応機種について見ていきましょう。Mac に AirPlay の対応機種は MacBook Pro 2018年モデル以降、MacBook Air 2018年モデル以降、iMac 2019年モデル以降、 iMac Pro 2017年モデル、Mac Mini 2020年モデル以降、Mac Pro 2019年モデルとなっています。これらの対応する記事を Mac OS o n モントレ y にアップデートすることで、Mac に AirPlay が利用できるようになります。あとはお使いの iPhone、iPad、iPod Touch、Mac から Mac に AirPlay をすることができます。続いては実際に Mac に AirPlay する方法について見ていきます。 まずは、お使いの Mac のシステム環境設定を開きます。システム環境設定を開いたら、共有を選択します。共有を開いたら、AirPlay レ,レシーバーにチェックが入っていることを確認します。また、AirPlay を許可の項目で、現在のユーザー、同じネットワークのすべての人、すべての人の3つから選択することもできます。ここは、赤の他人に AirPlay をされないように、通常は現在のユーザーを選択しておきましょう。 もしも AirPlay レシーバーが表示されない場合は、対応機種であるかどうかと、Mac の OS が最新の状態にアップデートされているかを確認しましょう。Mac に AirPlay の準備ができたら、Mac の画面を表示させた状態にしておきます。そして、お使いの iPhone、iPad、iPod Touch から、コントロールセンターを開いて、AirPlay のボタンを選択します。 エアプレイのボタンを開いたら画面ミラーリングの項目から AirPlay を出力したい Mac を選択します。今回は試しに iPhone から MacBook Air 2020年モデルに出力してみましたが AirPlay をすることができました。ここで Mac から Mac へ AirPlay はできるのと気になるところだと思います。そこで実際に Mac から Mac へ AirPlay ができるかどうか試してみました。 まずは MacBook Air の画面右上のコントロールセンターを開きます。コントロールセンターを開いたら画面ミラーリングを選択します。画面ミラーリングを開いたら AirPlay を出力したい Mac を選択します。今回は試しに MacBook Air 2020年モデルから iMac 2019年モデルに出力してみましたが AirPlay ができました。以上が Mac に AirPlay する方法になります。 今回は Mac に AirPlay する方法についてご紹介しました。このように MacOS12 Monterey では新しく Mac に AirPlay の機能を使うことができます。Mac に AirPlay に対応する機種は MacBook Pro 2018年モデル以降、MacBook Air 2018年モデル以降、iMac 2019年モデル以降、iMac Pro 2017年モデル、Mac Mini 2020年モデル以降、Mac Pro 2019年モデルとなっています。 Mac に AirPlay を利用するには AirPlay 出力をしたい Mac の画面を表示した状態でお使いの iPhone、iPad、iPod Touch から AirPlay をしましょう。ちなみに Mac から Mac への AirPlay も利用できました。皆さんも Mac に AirPlay を使って写真、動画、音楽、プレゼンなどの出力に活用してみてはいかがでしょうか